この前の幼稚園訪問楽しかったね。また行きたいな。ユーナって子供の扱いうまいもんね。精神年齢が近いからかしら。それだったらもっと近い人がいるじゃない、二人も。誰？自覚ないのね。言われてるぞ、その子。私？でも折り紙とかお絵かきはいいんだけど、おままごとだけはちょっと参っちゃったね。そうなんですか？どうして？私小さい頃同じ年頃のお友達が周りにいなかったから、おままごとってやったことなくて、どうしていいかわからなかったんです。なんだか不憫な話だわ。みんなは経験あるの？はい、私は幼稚園のお友達やお姉ちゃんと。まあ私も幼稚園時代はそういう遊びよくやったにゃ。懐かしい。私もよ。泥団子をみんなに振る舞ってマザーぶったりしてね。私も。大人の真似って小さい子には楽しいものなんだよね。へえ、私も一度くらいはやってみたかったな。お友達と一緒におままごと。そのか、タマはおままごと苦手だったぞ。家じゃないのに叱られたりしてさ。どうして？手は洗ったの？とか、ご飯は正座して食べなさいとか、いつも子供役だったからな。あ、わかります。下手したら犬の役なんかやらされたり。それは銀が上手だからだ。え？犬の役が上手だから。それあんま嬉しくないっす。ねえ、だったら今からやらない？そのっちのためにおままごとを。それがいい。決して得意とは言えないが、その子たちのためなら私も付き合うぞ。え？よし、友達とのおままごとっていう思い出をそのチャンスに作ってあげよう。おままごとの配役はどうするの？そのチャンスが姉妹とか？それはナンセンスよ。おままごとの主役はなんたってマザー、お母さんだもの。ほうほう、じゃあ園子先輩がお母さんやって、そして私がお父さん。あらあら、まあまあ、あなたどうなさったの？難しいお顔をして。ああ、ちょっと子供たちのことを考えていたところでな。うわ、うん、この光景割と頻繁に見ているような。まあいっか。え、もう始まってます？私たちは何の役をやれば？そのうち勝手に決められていくんじゃない？あの子はまだ帰らんのかね。わしらのマナ娘であるミントンちゃんはバドミントンみたい。で、私？ただいま、パパ。おお、おかえりなちゃい、ミントンや。ずいぶんおちょかったでじゅね。お手手は洗いまちたか？おうがいはちたの？歯磨きは？ちゅめきりは？したよ。私、幼稚園くらいの子かな。ママ、今日のご飯ってなーに？そんなの、ママに聞かれても知らないわよ。シェフの若葉に聞いてちょうだい。シェフ？私が？はい。今夜のご飯は、うどんです。あら、そうなのね。だったら、セカンドシェフの方は？セカンド？料理人が二人もいるのか！じゃあ、私やろうった。醤油、塩、豚骨、三種のラーメンをご用意してますよ。うどんに、ラーメン？お蕎麦はないのかな？こら！お前たち、可愛いミントンが蕎麦と言っておるのに、二人ともクビだ！その子パパ、応募！まあまあ、あなた。それなら、サードシェフに作らせればよろしくてよ、おほほのほ。それもそうか。
じゃあやっぱり首はなしね。気まぐれ！てかシェフだけで何人いるのよ。ところで息子はどうした？安蔵の帰りはまだかね。安蔵って私？はい、ただいま帰りました。まあ安蔵、どうしたのその口調は。いつもは男弁バリバリなのに。男弁おっす、今帰ったぜ。親父、おふくろ元気かみたいな感じかな。アンズが適応した。それから次男で心臓外科医の風林と次女で弁護士のツッキーはまだかね。子供って年はいくつなの？私幼稚園児のつもりだったんだけど。長女は今年みそじ。じゃあなんで赤ちゃん言葉で接してるの？ただいま戻りました、ドクター風林です。俺時々失敗しますので。次女です。ツッキーです。弁護士です。意義ありです。長女に次女、長男次男、4人兄弟だったのか。おや、お宝を盗掘しに出かけた大泥棒の末娘がまだだな。まだいるの？てかその職業犯罪。そろそろ帰る頃ですけどね。チッチったらどこまで行ったのかしら。チッチ無理、何もかも無理。私は家族ごっこなんかに付き合えない。大丈夫、私も一緒に出るからね。こんばんは、チッチを連れてきました。おお、そういう地味は高島警部。またチッチを逮捕したのか。何の罪で？盗掘でしょうが。お宝盗んだんでしょ。逮捕って、ついに犯罪者呼ばわり。もう勝手にしてちょうだい。チッチはとんでもないものを盗んでいきました。私の心です。なのでお嬢さんを僕にください。どうぞどうぞ。軽っ。なはちょまっからせてやぶちゃん。藤子、おめでとうございます。めでたいことだな。祝福するぜ我が妹チッチ。高島警部、私でいいの？なんだか胸がドキドキして。父が倒れた。オペの用意、心臓マッサージ。ひふお兄ちゃん、息あり、生まれちゃう。おや、おめでたい席だというのに山頂はどこへ？歌の山頂。山頂？何人？テキーラ一丁二丁三丁でムチャスアミーゴ。三丁はそんなんじゃない。だってアイドンノーよ。ところで風鈴、あなたに買ってあげたアリスとテレスはどんな感じ？え、それって何でしたっけ？あ、最新型の医療機器とか。性のない子ね。じゃあ夏目に聞きましょう。夏目、アリスとテレスの様子はどうなの？元気です。ならよろしい。いや、アリスとテレスって何？そして夏目も何なのよ。お茶がぬるいな。おーい、羊の勇気、お茶を変えてくれ。はい、私羊。羊うえーうえー、ベタすぎにも程がある。ツッコミが足りなくなってきたわ。旦那様、お茶なら執事さんに代わって私が。おお、メイド頭の東郷か。うむ、よかろう。それじゃあわしはヌワラエリアを。だったら私はウバティオータムナルで。は？本日は日本茶のご用意しかございません。
なんだと貴様、羊といいメイドといい、お前たちいい加減に結婚しろ。その子パパ応募パート2。ところであなたたち、銀とタマに餌はやったの？出たよ、聞いたか銀、餌だってさ。これも絶対犬と猫だぞ。まあそれくらいの方が気が楽ですよ。セリフも考えなくていいし。ママ、銀とタマって犬と猫だっけ？何を言ってるの、シルバーフォックスと金黒ライオンタマリンでしょ。はい、斜め上来た。タマリンってなんだ。奥様、銀はペロです。馬小屋の番人は黙っていなさい。馬小屋番人、アリスとテレスは馬、銀は犬ですじゃなくて銀はペロです。そこで騒いでいる運転手の三好、家族でオペラに行くから車の準備をしてくれい。うん、やっと役がついたと思えば運転手か。まあいいわ、車ね、了解、今すぐ高級なリムジ。あ、やっぱりヘリコにする。ちょ、ヘリコプター、しかもなんでそこで切る、プターくらいつけておけばいいでしょ。ねえあなた、オペラにはお母様もいらっしゃるの？もちのろんだよ、嫁いびりが趣味の意地悪な日向母様も連れていくさ、家族だもの。意地悪ですか、わかりました。園子さん、私がそんなに気に食わなくて。あ、ほこり。お母様、そうは言っておりませんわ。それにそれはほこりではなく綿あめです。お黙りなさい、嫁の分際で。そして片付けなさい、綿あめは。ひぃ、お母様の後ろにいるのはスミさん。ひどい、あんまりですわ。え、ひどい、私が歌劇を鑑賞するのが、私って何の役。ひどいひどい、夫の妾を同居させたばかりか、家族の芸術鑑賞に同席させるなんて。ちょ、愛人最小同居。さすが園子先生、おままごとにあるまじきドロドロ展開です。喜んでる場合。うわあ、顔顔、愛人なんて不潔な。そのっち、あなた奥様がいながら私を見損なったわ。あなた、私とスミさん、どっちを取るの。どっちも愛しているんだ。大嫌い。ひえん。うーん、残念、すっごく楽しかったのに。どうしました、若葉ちゃん、私の演技ダメでした？いや、その子の家庭環境が気になってな。今のがあいつの実体験なんてことは。まさか、考えすぎですよ。次回へ続く。続かない、こんな異常なおままごと二度とやらないんだから。すいません、かりんさん、突っ込む隙が全く見つけられず黙ってしまいました。私も。でもかりんはさすがエース、あなたこそ完成型ツッコミ勇者だわ。そんなの全然嬉しくない。てか警報鳴った。